今お風呂で染めてきた。かわいい。いただきます。なし。うんこ。うん、かわいい。明日コスプレするからさ、ハロウィン。黒の方がいいなと思って。自分で染めるんだね。私大体自分で染めちゃう、髪の毛。うん。それも楽しみに見てて。髪がボブになったって髪は最近切ってない、だいぶ伸びたでしょ。うん、もうだいぶだいぶ伸びた。ドラッグストアで髪染め買ってるって。うんうん、薬局で買ってるやつ。マジおっきいやばくない。ということで今日は握手会でした。うん、眠くて無事で今配信終わったらすぐ寝ます。明日のコスプレの試着だけちょっとしてから寝ます。朝早かったからねって。本当だよ。結局寝坊してる人めっちゃ多いし朝あの会場すっからかんすっからかん。みんなやっぱ9時から無理だよね。なんかうん、あら運営さん考え直した方がいい、よくないの。もうちょっとごめん、物申しちゃううん、そう、せめて10時とかの方がさ、ファンの方も来やすいんじゃない。9時って9時の1分前だって8時台やで。そう、2部から人増えた。そうなの、2部からだい、もうそう、2部からもうめっちゃ増えた。1部ようん、すごくない？うん、みんな来づらいんじゃないの？そんなことない？ファンの方も朝5時に起きたみたいな「そうだよね」とか言って、うん。うん、うん、明日も早いのって。明日も早いし、明日も9時。うん、朝苦手なのね。
何時に起きるの？今日は6時20分に起きたけど、ちょっとギリだったから明日はもうちょっと早く起きようかなって思って。うわうん、こんな早いのって、もうでもそんなもんじゃない。うん、スタッフさんも大変だろうねって。ほんとそうだよ、みんな朝得意なのかな。お買い物なことないわ。池部から来てくれた方、ありがとう、本当に。今日でももちゃんに握手会で会うの最後かもって。ね、そういう方すっごい今日多かった。うん、あの先のやつ取ってなくて今日が最後になりそうっていう方もすごく多かったし、あと今日すっごい多かった言葉が、うん、最近見つけてこっから押していこうと思ったのにみたいなっていう言葉も今日すごい多かった。そっかーって、もうちょっと惜しかったねって、うん、卒業あるあるなのかもしれないね、これもまた一つ。うん、中華販売ないから、中華販売ないないんじゃないかな。ね、ありがたいよね、そうやって言っていただけるのも本当に。これからはジェニーって参加って、うん、そうだよね、おいしい舞台、あの全国ファミは一個出れないのあるけど、握手会とかは全部多分今からは出ると思う。うん、卒業訂正だけ追加あればいいのにねって。なくて大丈夫。なんか、今回もさ、選抜に、もし、今何を話しても賛否両論のあるさ、ものしか言わないと思うから、多分あんま口開かない方がいいと思うんだけど、でもあのあんまり今回のシングルのお話し会とかをし、あんま今回それこそお話、あの卒業後初のオンラインとかはおすすめしたけど、それ以外あんまりぜひぜひっていう宣伝とか、お話し会の宣伝を今回あんましてなかったんだけど、そう、なんかそういう卒業とかっていうのなくてもこうさ、やっぱいつも買ってくれてる方が来てくれたらなんかいいやじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうね、そう、うん、っていうのもあって、そう今回はあんま何も言わなかったんですよ、うん、
だからね、追加はいい。まあこうやってなったらしくね、来てくれようとしてた段階で大西がたまたまね次発表してしまったっていうのもある方とかはなんかね、ぜひ話せる機会があったらいいなとは思うんだけど、難しいよね。でもなんか今日はたくさん嬉しい言葉をいただいて、そう、やっぱりなんか思った以上というかさ、自分が思ってる以上にこうやっぱり深刻にというかさ、深く悲しんでくれている人がたくさんいて、なんかやっぱり大西はどうせ自分なんかって思ってしまう、もうこれは根本はなんかもあんま変わんなくて、正直、そう、ネガティブは直した方がいいと思って、もうそれはずっとあるんだけど、やっぱりなんかその根の根本は変わらなくて、そう、だから恩師がいなくても別にと思っちゃうんだけど、今日皆さんが来てくれた皆さんのお話をなんかちゃんと目で聞いて、目で言ってくれた、目を合わせて聞いて、なんかね、幸せ者だなと本当に思います。なんか大西はそこまで熱量を持って誰かを応援したことがないから、っていうのも多分あると思うんだけど、だからなるべく皆さんと皆さんの気持ちを受け止めていけたらいいなと思ってます。会えなくなる寂しさわかるでしょ。難しいんだよね、会えなくなる寂しさ。なんかそれもいまいち分かってないんだよね、大西。会えなくなるっていうこの準備をした別れがあんまりなくて、大西は。なんかそれこそさ、突然の別れとかはあるわけじゃない、いろいろ。でも、なんだろうな、大西はこう AKB に入ってからさ、あのみんなの卒業発表を見たりとかさしてたけど、まあでも仲間だからいつか会えるよねってなっちゃうんだよね。そうっていうのはあるの。学生時代に転校とかないのって。あったけど、
友達と文通とかしたり、転校した。またどっかで会えるよねってなんかでもなんか思っちゃってる自分がいるんだよね。お友達とかは。もし大西がさ仮にさ卒業後続けないとしても多分どっかで会うよ。こんなの一日で嫌になるほどの人たちとすれ違うじゃない世の中なんて。絶対どっかで会えるって会えるよ。あーやばい、みんな会えないって言ってる、胸が苦しいなあダメ、おにしはみんなの気持ちを受け止めるってもう決めたんだ。はあ、つらい。どうしたらいいかな、おにしは。また変なこと言ってしまったか。まあ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 今を楽しもうじゃないか。もう卒業撤回って逆にどうする。おにしが今やっぱり卒業するのやめまーすとか言ったらそれはそれでさ批判が来るよ。もうだからうん今までさやっぱり AKB に行ってさこうやってここにさコメントとかしてくれる方とかはさやっぱり大西の嬉しい言葉とかをさたくさんくれたりするじゃない。でもやっぱりまあ、特にさ大西がネモハモルーマーとかで選抜に入ってからあんま比べ物にならないぐらいやっぱり批判の声も多くなったわけよ。やっぱりそれこそいつまでいるんだとか早く選抜降りろとかっていうのに毎回名前が上がってて大西のっていうのをいっぱい見るようになって、そうね、あそうだよね、まあそうだよねってその言葉で納得したわけじゃ全然ないけど、でもそういう思う方もたくさんいらっしゃるっていうのもそう、そうそうそう、そういう方々は多分大西が卒業発表したらしたで多分何も言わなくなるとは思うんだけどさ、まあ、まあやっぱ傷つくは傷つくよね。でもごめんねっていう気持ちもやっぱ生まれてしまう、ね、でもそれにごめんねって思ってたらさ今応援してくれてるファンの方にもごめんねって思うし、もうごめんねの連鎖もうみんなにごめんねなんちゃう、難しい。やっぱりだから改めてね、まあこの世界に限らず本当にやっぱ生きていくのは難しいもんで、誰が選抜でも言うと思う。いやわからない、まあ多分そうなんだと思う
と誰がなっても言うとは思うの。何かしら理由をつけて、売り上げだったり年齢だったり。でもなんかそれこそ大西、もうちょっとこの話だけパパッとしたらいいじゃないですか、今日終わるわ。なんか別にここで言っても多分仕方がないことだと思うんだけど、そう、大西はそのなんか忙しさというかさ、自分のこのお休みがないとかで余裕がなくなって、その一回まあ鬱というかになったっていう話をちょっと前したんだけど、やっぱそれになってからもう心が割ともろくなったの、基本がね。そうだからそっからやっぱ見る、それって今まで見るそのそういうコメントとやっぱね重さが違うようになってきちゃって、うん、そうだからそのなんだ、若い頃って言ったらいいのかな、若い頃はそういうコメント見てもそれも一意見って思ってたから悪いことって思ってなかったの、あんまりアンチの方のことを、うん、ただそれをそう思えなくなっちゃう自分がやっぱそのいろいろあってからそうなってしまって、うん、そうね、だからこれが昔と変わったところだよねっていう、うん、だから本当にこう思うだけなら自由だと思うんだけど、今後ね、でもやっぱり今さもう若い女の子 AKB いっぱいいるじゃない、まあ大西と同年代ぐらいの方もいらっしゃると思うけど、ただ大西と同年代ぐらいの方の方が弱かったりもすると思うし、かといって若い子が強いわけでも絶対ないからね、なるべくその子たちにそういう言葉がね目につかない世の中であったらいいなってすごく思う、うん、うん、まあ、一意見として書いてるんだろうけどね、きっとね、難しい、うん、全アイドルエゴサやめなねって、いやほんとそう思う。でもさエゴサしてないって言ったらみんなびっくりするじゃんそうエゴサ いらないと思うんだけどな、うん、そうしもしてなかったんだけどエゴサ一回言った時にめっちゃびっくりされてもえちゃんエゴサしてないのみたいな、そうでもやっぱりさ応援してくれてる方はさめっちゃいいこと書いてくれてるわけじゃない、そう、いやそれもまた難しいんだよね、そうハッシュタグで調べたとってやっぱ出てくるってなったら出てくるんですよね、うん、難しいよね、まあまあまあとにかくね、みんなもというかみんなはね今ここに来てくれてる方はまあ間違ってもそんなことしないと思うんだけど、うん、ぜひぜひこれからのみんなを支えてやってくれ、ということで、私ちょっとすごく眠たいので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。まあ、1位、あっくん、ありがとうございます。イェイ。そして2位が、きょいさん、ありがとうございます。イェイ。そして3位が、よっちゃんとゆう、ももち大好きだよさん、ありがとうございます。イェイ。そして4位が、コバットマイク、おにしおしさん、ありがとうございます。イェイ。そして5位が、KITT さん、ありがとうございます。イェイ。そして6位がハギハギさん、ありがとうございます。イェイ。
そして7位がタック3873、ありがとうございます。イエイ。そして8位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がパンダマルアットマークチーム4さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がツバサアットマーク変更は L ボタンさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、本日お話し会、串会だね、串会来てくださった皆様本当にありがとうございました。明日はコスプレ楽しんじゃいます。ではじゃあバイバイ、おやすみなさい、バイバーイ。